市街地から車で15分ほどで森の緑を目にすることができる愛知県豊田市。豊田市のおよそ 70% は森林です。そんな豊田市の中心を流れる矢作川。矢作川は長さおよそ117キロの大きな川で、森と海をつないでいます。上流の旭地区にある矢作ダム。豊田市民の使う水の8割はここから来ています。周りは森林に囲まれ、豊富な水によってさまざまな命が生まれています。そんな豊田市の森林の季節の移り変わりを覗いてみましょう。きっと行きたくなる豊田市の森。季節は春。豊田で一番早く咲く桜は江戸彼岸。森の中に入ってみましょう。木には春に葉をつける落葉樹と、一年中緑の葉がついている常緑樹の2種類があります。森の地面には春を彩るカタクリの花が咲いています。こちらには一面に二輪草が咲いています。4月になると落葉樹たちは一斉に葉を広げます。森に緑が増えた頃、先ほどいたカタクリや二輪草がなくなっています。突然ですが、ここでクイズです。他の植物はこれからどんどん成長しようというのに、カタクリや二輪草は見当たりません。一体どうしてなんでしょう。1、鹿に食べられたため。2、花が綺麗なので人間が持って行ってしまったため。3、ライバルの植物が増えたため。正解は3番。カタクリや二輪草はライバルが増える前に葉っぱや花をつけ、その時期の光を独占しようとする作戦なんです。小さな花にも生き抜くための戦略があるんですね。豊田市奥地にある面の木原生林。ここには天然のブナの森があります。標高が高くて寒いので、少し遅れて葉が開きます。夏が来ました。すごい、あそこの、ほら、昆虫たちが活発になり、森の中が一段と賑やかになります。森を進むと、先ほどまでとは様子が違う森が見えてきました。この森ではまっすぐな木が規則正しくびっしりと並んでいます。これは人の手で植えられた森、人工林。実は豊田市の森林の半分以上をこうした人工林が占めています。こちらの人工林では地面にほとんど草が生えていません。そこへ誰かがやってきました。何をしているのでしょうか。これは間伐という作業。チェーンソーを使って木を倒し間引く作業です。間伐をすることで木と木の間に隙間ができ、光が差し込みます。そうすることで
地面に草が生え、豊かな森が育つことになります。間伐で切った木はどこへ行くのでしょうか。木は製材所に運ばれます。そして木がさまざまなものに加工されています。豊田市のいろいろな場所で木が使われているんです。暑さが和らぎ、秋がやってきました。ここは紅葉で有名な紅蘭渓。突然ですが、ここでクイズです。景色の中で徐々に変わっていくところがあります。どこが変化しているのでしょう。もう変わり始めていますよ。正解はここ。毎年紅葉するもみじ、どんな仕組みで紅葉をしているんでしょう。まず葉っぱの付け根に膜を張って養分や水分の行き来をストップさせます。すると葉の中で化学反応が起き、緑から黄色、最後には赤色に変化し葉を落とします。もみじのような落葉樹は葉っぱが薄いため、冬を乗り越えることができません。そのため紅葉して葉を落とすという戦略をとっているんですね。森の中を歩いていると何か落ちているようですね。これは一体何でしょうか。実はリスが松ぼっくりの種を食べた跡なんです。森のエビフライと呼ばれているんですよ。あれ、ここにはどんぐりが落ちています。実はどんぐりの木もいろいろな種類があり、どんぐりの大きさや形、葉っぱの形などがそれぞれに違うんです。豊田市にどんぐりの木は10種類以上もあります。寒い冬がやってきました。雪が積もり、美しい景色が広がります。おや、ここには動物の足跡がありますね。足跡を観察するのも冬の森の楽しみの一つです。落葉樹の葉はすっかり落ち、冬の森では常緑樹の葉が目立ちます。常緑樹の葉は厚く硬くできているから、葉をつけたまま冬を乗り越えられます。季節によってさまざまな表情を見せる森。そこには森の手入れをする人たち、木の加工をする人たち、木を使う人たち、いろいろな人が関わっているんです。森の中には今回紹介したこと以外に、まだまだ面白い発見、不思議と感動があふれています。皆さんも実際に森に行ってみませんか？